トライフルイザベラ・ビートン夫人の火星特本の挿絵におけるトライフルトライフルはイギリスのデザートでカスタードやスポンジケーキ、フルーツなどを器の中で創上に重ねたもの。語源は中英語からのものと言われており、そこには気ままなおしゃべりだったり、残り物、またはあり合わせで作ったデザートだから、つまらないものという意味合いがあるという。クリスマスにも強され、 重い食べ物である、クリスマスプディングの軽い代替物とされる場合もある。固めのカスタード、フルーツ、スポンジケーキ、フルーツジュース、泡立てたクリームで作る。以上の材料を相乗に、重ね、フルーツとスポンジケーキを下に、カスタードとクリームを上にするのが、一般的である。フルーツジュースはケーキを湿らせるのに必要だが、フルーツジュースの代わりにポートワイン、シェリー、 マデーラワインなどの用酒を加える場合がある。シェリーを使ったトライフルは、シェリートライフル、または、ハイチャーチなどと呼ばれる。バリエーションの一つとして、冷やす前にスポンジケーキをゼリーに浸すものがある。この二つを適切な分量で組み合わせることで、独特の心よい食感が生まれる。トライフルは、味覚だけでなく見た目も工夫しやすく、色鮮やかなフルーツゼリージャム等と、 黄色いカスタード白いクリームのコントラストを利用して飾り付けることが可能である。クレオールトライフル、またはロシアンケーキと呼ばれるデザートはトライフルとは異なるが関連性のある料理である。様々なケーキの一部を混ぜて固め赤ワインやラム酒、シロップ、フルーツジュースなどで湿らせ冷やして作る。出来上がったものは複雑な色と方向を示す。ニューオーリンズのパン屋は 残り物や失敗した商品からこのようなケーキを作ったことで知られている。イタリアにはトライフルに似たズッパイングレーゼというデザートがある。ラム酒などに浸したスポンジケーキとカスタードとお層にして重ね、クリームをかけ、フルーツをあしらい飾る。トライフルという名称が砂糖、生姜、ローズウォーターで風味付けされた硬いクリームに対して初めて使われたのは トーマス・ドーソンにより、1596年、英国で出版された、ザ・グッド・ハウス・ワイフ・ SJL という本で紹介されたレシピである。60年後、卵を加えることと、アルコールに浸したスポンジケーキの上にカスタードを乗せるようにレシピが改良された。研究によると、フルーツフールとして知られていた、同様のデザートから進化し、当初は、 両方の名前は区別されずに使われていた。ゼリーを加える作り方は、最近なされた変形と考える人もいるが、そのレシピは1747年より知られており、詩人オリバー・ウェンデル・ホームズは1861年に、ゼリー入りのトライフルについて記述している。ありがとうございます。